こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。ミヤズガーデンのミヤです。前回の動画で猛暑で夏野菜がダメになってしまったというのをお届けしました。で、この土嚢袋にはナスが植わってたんですけれども、それがダメになってしまって、で今左に出ているこのスリット鉢にはレモンが植わってたんですけれども、レモンは結局冬の寒さでダメになってしまってまして、でその土をですね、合わせて天日干しをしておきました。土を広げて少し乾かしておきました。でここにですね、また野菜を植えていこうと思います。で植える野菜なんですけれども、これは枝豆ですね。今回は枝豆を用意しました。こんな感じで3つのポットになっています。枝豆なんですけど、やっぱり春に植えるものみたいで、今この夏の時期に売っているところが近所ではありませんでした。なのでこれはオンラインで買ったものですね。で3個セットで売られてましたので、まあ1つでも良かったんですけれども、3つセットで購入しました。はい、届いてから少し時間が経ちましたけど、届いた時よりちょっと大きくなったようですね。順調に成長はしてるみたいです。で3つ苗があるうちのこの手前の苗、こちらが一番しっかりしてるなと思いました。茎が太いですし、ピンと上に立っていて、葉っぱも大きいんですよね。なのでこちらを一番大きい土嚢袋に植えてってあげようと思います。3.5 寸ぐらいのポットに3つずつ苗が植わってますので、そういう販売の方法だったのかなと思います。はい、そして2番目に大きい苗ですね、こちらです。でこちらはこんな感じでカーブしてるんですけど、まあ、これがちょっと普通なのかは分かりません。こんな感じでダラーンってちょっと垂れちゃってるんですけどね。枝豆を育てるのが初めてなので、これがいいのかどうかちょっとわからないんですけれども、まあ、これは緑のスリット鉢に植えてあげようと思います。そしてこの3つ目の苗ですが、これが一番小さい感じがしましたね。はい、虫に食われちゃったりしてますけど、届いた時は綺麗な状態で届きましたが、いろんなところ虫に食われたりしてますけれども、まあ、生育自体に今のところ問題はなさそうです。はい、でこれもスリット鉢を用意してそこに植えてあげようと思っています。はい、これは今苗が植わっている土ですけど、これはすごく細かいので、刺し目種まきの土のような気がしますね。でそこにこういうゴロッとした黄色い大きな土が入っていて、これは鹿沼土みたいな土なのか。でそこにキラキラとした、多分バーミキュライトだと思うんですけれども、キラキラとした、細かい土が入ってます。ではですね、1個ずつ植えていってあげようと思います。まずはグリーンのスリット鉢に植えてあげます。これは2番目に生育が良かった苗ですね。根っこも綺麗に生えて、これは元気そうですね。こんな感じで根っこが回っています。で土はですね、なるべく落としてあげることにしました。まあ多分そんなに肥料は使われてないと思うんですけれども、まあ一応念のため落とせるだけ落としてみようかなと思います。こんな感じで一生懸命土をはたいて落としてあげました。だいぶ落とせましたね。
ここにグリーンのスリット鉢を持ってきて植えてあげようと思います。はい、こちらです。これはだいたい8号サイズの鉢になりますね。はい、で土を乾かしてたのでもうかなりサラサラしてます。水分がなくなってもあの土ぼこりっていうんですか、土が舞い上がるぐらいにサラサラしてますね。でここに植えていってあげます。で一応土の袋に入っていた土もこのレモンが植わっていた土もですね、特に元肥は入れてないんですけれども、でも再生した土とかを使ったりしてますし、あとはこのレモンの土ですけども、少し化成肥料が入ってるみたいなので、肥料は全くゼロっていうわけではないですね。でも一応ここでは追肥とかはしないで、元肥も入れないで、一応この段階では何も肥料は加えないで植えてってあげようと思っています。茎がグラグラしていたので少し深めに植えてみました。ちょっと土がですねサラサラしててかなり植えにくいんですけれども、それでもちゃんと植わるようにですね土をかぶせていってあげています。はい、植わりました。はい、スリット鉢の次はですね、右の奥に見えている土の袋の方、こちらにも植えていってあげようと思います。土の袋の方には一番こう勢いのあった苗、一番強そうな苗を植えていってあげます。これも土をなるべく落としてですね植えてあげようと思います。見てください、この根っこ、根っこもね力強いですよね。土をなるべく落としてあげます。マメ科の植物は根に根粒菌が付着して空気中の窒素を自ら取り込みますので、肥料はそれほど必要としませんということで、自分でこう肥料分を作り出して成長するっていう特徴があるみたいです。なのでね、あの以前の動画で落花生の種を買いまして、その種をですねいろんな鉢に植えたんですよね。でこの土の袋にも植えましたし、さっきのスリット鉢にも植えました。でもですね一個も芽が出ませんでした。それは理由はちょっとよくわからないんですけれども、やっぱり繊細だったのかなと思います。単純に豆をこう土にズボって植えるだけじゃダメで、やっぱりこう一日水につけてあげるとか、一つ一つポットに植えてあげるとか、そういった作業が必要だったのかなと思うんですけれども、なので、豆の種で芽が出てこなかったので、今回はこうやって苗を買いました。はい、そして3つ目の苗ですね。こちらは新しく鉢を用意しまして、刺し芽種まきの土を入れていこうと思います。でこれは多分 2,3 リットル残ってたと思いますので、これを全部入れていってあげようと思います。刺し芽種まきの土には、肥料分が入ってないはずですので、活力剤は入ってると書いてあるんですけど、肥料分入ってないのでいいかなと思いました。培養土だとやっぱり
肥料分が入ってしまっているので無肥料にならないということで、さしめ種まきの土、それを使います。そしてここに赤玉土を入れていきます。赤玉土は中途半端に余ってたのでそれを全部入れました。そして新しく買った赤玉土があるのでこちらですね、でそれを全部入れてってあげます。だいたいさしめ種まきの土3分の1、赤玉土3分の1ぐらいの割合になるかなと思います。それから腐葉土ですね、腐葉土も入れてあげます。はい、腐葉土です。これも3分の1ぐらいの分量で入れてってあげます。で枝豆をですね、この無肥料の土で育ててあげようと思うんですね。で枝豆にはそういう根に根粒菌がつくということで、これは使えるかなと思いまして、この枝豆を植えた後の土を今度はバラの植え替えに使えないかなと思ってまして、そのために今こうやって土を使っています。バラも今無肥料無農薬で育てているバラが1種類あるので、その植え替えに使えるんじゃないかなと思ってちょっとやってみようと思いました。結構腐葉土がダマになってしまうので、それをほぐしていってあげます。でさしめ種まきの土とか本当にサラサラしてるのでですね、細かいのでそれに合わせて腐葉土もきれいに細かくしていってあげています。なのでこの3つ目の鉢はですね、3つ目の苗といいますか、それはもうあんまり枝豆としての成長はそこまで実は期待はしていなくて、どちらかというとこう土を作るために植えてみようかなという試みです。どうしてもやっぱり3個セットで販売されてたので、まあ、1個でもいいかなと思ったんですが、3つ来ましたので3つ目はちょっと試行錯誤の題材として使ってみようかなと思いました。でさっきちょっとお伝えできなかったんですけど、やっぱりこの時期に買う苗は季節外れのせいかですね、ちょっとお高いですね。やっぱりでオンラインで1つ900円ぐらいしました。だから3個セットで2700円 で送料は無料だったんですけれども、やっぱりああ高いなと思ったんですけれども、まあ物は試しということで買ってみることにしました。はい、ということでこちらも8号サイズのスリット鉢になりますね。でこちらに土を入れていってあげます。でこの3種類の鉢がどんな風に育つのかっていうのも比べてみたいと思います。はい、でこれは3つの中で、一番そんなに生育が良くないわけではないんですけれども、一番ちょっと苗としては小さくて細いかなというような、苗でした。でこれをこのポットに植えていってあげようと思います。ちょっとねまだひょろひょろっとしてますので、少し気持ち深めに植えてあげた方がいいのかもしれません。はい、ちょっと土が足りなかったので上に腐葉土を足すことにしました。腐葉土でマルチングしてあげるような感じになりました。
はい、出来上がりです。そしてですね、腐葉土が余ってしまったので、もう全部使い切ろうということで、この土の袋にも腐葉土を全部入れてあげました。ということで水をかけてあげます。でレモンの木を植えていた土なんですけれども、ちょっと水をはじくんですよね。なので、水を吸ってるように見えてもほとんど吸ってないみたいな感じなので、映像では1回しかかけてないんですけれども、何回か繰り返し水をかけてあげました。結構枝豆はちゃんと水をかけてあげないとダメみたいなので、水をかけてあげました。はい、でこの緑のスリット鉢に植えているものですね、でこちらに追加で植物を植えていこうと思います。でその植物なんですけど、これですね。はい、これ雑草です。これは無農薬無肥料の畑から、大量に生えている雑草をちょっと拝借してきたものです。でこれをですね、イネ科の雑草になりますけど、これをちょっとポットの脇に植えてってあげようかなと思います。まあね、なんで雑草なんか植えるんだっていう、話になるんですけれども、まあ、雑草はやっぱりこう生えている理由があるなっていうのが、農業をちょっとかじってからですね、分かりまして、やっぱり大事な役割があるんだなということで、こういうイネ科の雑草もですね、土を改良してくれるのに役立っているそうです。で土をリセットしてくれる、そういう役割があって、枯れたら土にすき込んで堆肥にも使えるということで、やっぱりその土地に合った雑草の種類っていうのが、ちゃんとあって、それに適した雑草っていうのが自然に生えるみたいなんですね。でやっぱりこの土をむき出しにしておくよりも、雑草とかそういったものが生えていた方が保水にもなりますし、あとはこう気温も上がりづらくなりますし、いろいろメリットがあるということで、少し雑草を植えてみることにしました。ただ雑草はですね、やっぱり勢いがあるので、やっぱり主役は枝豆なので、これは枝豆にこう勝らないようにちゃんとカットしてあげないといけません。なので短く切ってあげています。でもね、畑から持ってきて結構時間が経っていて、水しか与えてないんですけど、全然ピンピンしてますから、本当に雑草って強いんだなって思います。はい、終わりました。まあ、気持ち程度ですけれども、こんな感じで雑草を植えてみました。はい、3つの苗をそれぞれ違った形で植えてみました。これがどんな風に成長するのか、まあ、成長しないのか、まあ、これからちょっと涼しくなってきますからどうなるかわからないんですけれども、楽しみに成長を見守っていきたいと思います。はい、今回の動画はここまでになります。参考になる部分がありましたら、高評価ボタン、コメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。